そうなんだ。空いてるといいな。おお、なんか峠っぽくなってきてんじゃない？うん。お、これより薄い峠。おお。運転注意。おお。あ、カーブ一。あ、ちゃんとあれなんだね。おお、メガネ橋まで 2.4 キロだって。おお。薄いの方が怖い気がするな。100キロ飛ばす道じゃなくない？やっぱり怖いですよね。おお、ここが湖なのか。薄い湖。別荘地行っちゃうって感じになっちゃうね。お、それ？あのことかな。なんか5台以上えらいこと乗ってるよね。すごいすごいすごい。で、どこに止めるんだ。そっちも歩いてはいけるんだ。歩いて行ってみよう。歩いてる人たちはそっちに止めた人たちかな。お、そこだ。あー、結構しっかり止めれるわ。ちょっとだね。よかったよかった。安心安心。おお、止めれる止めれる。よかったよかった。あー、やっぱバーってなる。すごい。あ、上も歩けるんだ。行きたいね。上がれんのかな。熊野在来駅だ。もうね。なんか秘境っぽいよね。ね、あ、そっちの奥もなんかトンネルになってるよ。すごい。うん、高いなやっぱ。ねえ、高いね。おお。
登ってきた甲斐があったよ。誰か手振ってくれるから。誰も見てないか、こっちは。闇に闇に向かって歩くな。こっちは川？ああ、人歩いてんね。あれは鉄道の何か川だ。ああ、かな、うん、さっきほら旧なんとか駅って書いてた。ああ、それで峠の釜飯か。おお、うまいことできてんね。ってことはもうやっぱ走ってはいないのかな。どうかな、わかんないよ。どこへ繋がってるんだ。なんか女の子みたいになったりして。ここはでも懐中電灯がなくても歩けるから。すごい綺麗じゃない。もう結構な距離あるよね。1キロぐらいとかあんのかな。1キロはさすがにないか。1キロ100ぐらいあんのかな。振り返ってはいけないのやつかな。最近ジョジョ見てたからさ。あ、でもまたトンネル続いてる。え、何トンネルよ。あ、一応明かりはついてる。ついてると思う。書いてある書いてある。あ、なんか脇っちょ、あ、湖まで歩いていけるってこと。こっから10分だってよ。あ、そういうことか。歩いて湖に行くための道だったのか。横川駅まで65分もかかるのか。メガネ橋までも10分かかるのか。じゃあ10分も歩いてたの今。そう。おー。500、でも500メートル？そうだね、500だね。ないね。で、ここが中間地点ぐらいなのか。湖と、ね。なるほどー。でもいいお散歩になった。なんとかってんの。第4号トンネルだって。どっちから位置を数えてんだろうね。なんかいわくつきのトンネルっぽいよな。ね。事情がありそう。調べていいものやらちょっと悩みますな。短いとはいえかなりの数だよね。そこで50だもんね。50分。
CM に出てきそうなカーブだな。ね。うわ、なんか近い。怖い。学生さん、え、通学路じゃないよね。こんな危険な道ちょっと親も登校させられないよね。お、じゃあ、やっぱ群馬県って発育率高いのかな。いや、そうかもしれない。書いてあるんですよ。おお、もうちょっとだ。
おお、121。他。でもなんかピン刺してるとこちょっと違う気がする。え？軽井沢まで9キロ。すごい一気に霧の。しかも一瞬だけだったね。ああ、ゲームでこんな感じあったな。道路自体のアップダウンが結構激しいよね。真っ平じゃない。シーズン的に言ったらさ、やっぱ夏なのかな。夏でしょ。夏か。やっぱ避暑地としての、うん、秋の紅葉みたいのはあんまり聞かないよね。やっぱ冬のスキーじゃない。ああ、スキーか。ああ。なるほどね。じゃあ春手薄なんだね。いまいち攻めどころだ。急に一気に上がってきた感じがするね。139、140、かなりの数本当カーブあるね。だってしようとするとかなり。歩いていくわけでしょ。そう、何時間かかるのかな。そう、着てよ。ねえ、だって途中何もないよね。しかももう3時半だよ。な、家帰るの何時になっちゃうそれ。150。長い道は違う、本当は違うね。あと 1.2 キロだって峠。うん、全然外の限界がわからないよ。真っ白。おお。すごいな。これ最速だ。いやでもこれだったらさゆき乗せてないとちょっと厳しい感はでもあるよね。
80。おお、開けてきた。本来だったらここからも景色見えたのかな。おお、おお、軽井沢。うん。おお、軽井沢。北と長野県。いっぱい車止まってる。あ、普通に会社？会社とかか。おお、この辺別荘なのかな。およそ700メートル先、軽井沢駅出口の右方向です。駅だね。おお。あともう3軒はないもんね。おお。別荘を満喫してる人ですかな。おお、すごい標識があれだ。英語だ。え、英語だけのやつ初めて見た。およそ300メートル先、軽井沢駅入り口を。いや、別荘楽しんでる。ボンボンの坊ちゃんじゃない。おお、すごい駅だ。なんかすごい綺麗駅。右方向です。すごい綺麗だったよ駅。おお、なんか観光地っぽい。おお、駅すごいよ。この辺もあれだね。スタンドも色味が抑えられてんだね。枝がいっぱい。エンジンブレーキ使えって、そう、長い下り坂だからエンジンブレーキ使えって書いてあった。それこそ猿回しから信玄餅の工場へ向かうところをずっと本当に長い下り坂だったんだけど、そこを、ね、書かれてたよ。土砂降りじゃなくてよかったね。土砂降りだったらもっとさらにあれだよね。180ぐらいあった。あったか。すごいね。カーブ180だったよ。ねえ。勝負したね。うん。匠なんてだってぶつけ本番ぐらいの感じでしょ。意味わかんないよね。最初はさ。うん。ついてる。ついてる。うん。そりゃそうだなよね。コース知らないんだもん。ちょっと待って、歪みが残ったような気がする。何言ってんだだよね。おお、枝が。昨日風も強かったかな。落下物も強い。うん、すごい。台風とか来たらひとたまりもないね、ここね。通行止めになっちゃう。
ターがいっぱい置いてあるよ。八方ってどこだったっけ？埼玉だっけ？栃木だったっけ？ヤビツ峠はこんなもんじゃない？峠、うん、道幅が出てこんなもんじゃない。ここも割と細い子だと思うけど、ヤビツは、うん、対向車来たら、うん、あ、そうなの。次はヤビツか。アウトって言ってる。聞こえてなかったみたい。神奈川のどの辺なの、ヤビツって。神奈川、うん、秦野から相当遠くないです。あ、そうなんだ。バイクは今日みたいな天気が怖いね。路面は滑るわ、なんか木の枝とかいっぱいあるしね。で、霧だしね。いろは坂と。油断したら本当スピード出してなくてもそうなっちゃうよね。大きなカーブだね。134。先が見えないよ。偽物は129でしょ、本当は。直しとかないと。本当は129。本当は129って言った時だよ。そう思ったらもうここまで来るのに50個もカーブ。すごいよね。ここまで来る間にもう50個もカーブあったのかと思うとさ。でも群馬軽井沢間行こうと思う、一般道で行こうと思ったらここ通るしかないのかな。生活道路って感じはしないよね、ここ。バイパスか、バイパスか、そっかそっか、バイパスなのか。仕事から帰るときに疲れて帰ってくるのにここ通るのは辛いよね。毎日ここ通るのは辛いね。でもバイパスできる前は
ずっと通ってたのかな。リスいないかな、リス。80個もカーブ上がれるよ。すごいな、本当に。80カーブって。すごい、ここがちょうど100か。ここのうねうねもカーブカウントしてるのか。書いてなかったかな。でも2個あったよ。うん。3.5 キロになったから、もう半分は超えてんだね。やっと半分か、90ってことは180だとすごいな。もしか次のがない人誰かねえ、天気悪い日なんか特に怖いよね。初心者でこれ走れって言われてちょっと辛いよね。群馬と長野って最低賃金違うのかな。どうなんだろうね。明治的には長野。県境ぐらいに住んでる人だとやっぱ時給が高い方がいいもんね。水たまり。残り80カーブだよ。今回の方が耳がちょっと詰まってる感じするな。うん、今ちょっと気持ち詰まってる感じがする。左の方が、うん、走ってないのかね、完全にね。走ってないんだな。いつぐらいまで使われてたんだろうね。走ってんだったらちょっと乗ってみたい感じもあったけどさ、せっかくならねえと思うけど。
残りカーブは50、まだ50あるけど。およそ 700m 先、目的地周辺です。標高600だって、ここで。うん、意外と駐車場止まってるね、この天気でも。うん、まもなく目的地です。さすがに上に行ってる人はいないか。スンってこれじゃん。いや、バイパス使うとスンなんじゃない。
したらどうかな。かなり高い位置に作ってるね。かわいい、うん、かわいい、ももちゃんかわいい、うん。